愛妻、今回は大浦湾に来ています。というかね、実はわんさか大浦パーク行きたかったんですが、ただいまね改修工事中で、工事だったんですよ。なのでね、こういったマングローブが生い茂る、なんていうのかな、こういうマングローブロードとかいうのかな、そういう場所にいるんですが、まだね午前9時前なんで朝日も眩しいです。大浦湾ね、実はね僕あんまり来たことなくて、今回だいぶ久々に来るんですよ。で、今日の沖縄ご覧の通りね、晴れてていい感じなんですが、大浦わんさかパーク、わんさか大浦パークか、入りたかったんですがね、工事中ってことなんで、今回はこちらのねマングローブロードだけお届けしよっか。で、ちょうどこの東屋のところになんか説明書きがあるんで、そっちを読んでいこうか。大浦のマングローブ林、名護市邸天然記念物ですね。で、マングローブとは汽水域で潮の干満によって海水に、これ何浸かるような場所に生える植物の総称です。そのため多くの種種では、塩分を外部に出す仕組みや特徴的な形をした、呼吸根を備えています。大浦のマングローブ林では棍棒のような形をした耐性種子をつけるヒルギの仲間3種を見ることができます。海側の背の低いメヒルギ 群落があり、その奥の陸地側に、沖縄本島でも有数のおヒルギ、群落が広がっている。八重山ヒルギも見られます。僕わずかです。ってことで、大浦で見られるヒルギの仲間、おヒルギ、メヒルギ、八重山ヒルギ、3種類なんですね。これがね、釣り竿の浮きみたいにね浮いてね、この干潮になった時の底泥にね刺さって、どんどん、こんな感じで生えていくって感じですね。で、次第に大きくなってこういう群生林になるみたいな感じですかね。湿根、板根、支柱根、あ、じゃあね、この大浦湾にいる生き物、沖縄白線塩マネキ、塩マネキはね片腕が大きいんですよね。そして、爪長横バサリ、これはヤドカリの仲間みたいですね。そして爪長エビ、色玉切り、カノコガイ、タニシみたいなもんか。こちらも貝ですね。ヒメウズラ、玉切り、ヒゲワラスボ、トントン見るようなハゼの仲間ね。アマミイシモチ、スナゴハゼ、あ、ミナミトビハゼ、これよくいるトントンミーですね。こういった生き物がいるらしいのですが、てかこれ海じゃない方に流れてるってことは、満ちてきてるってことなのかな、おそらく。大自然ですよね、こういう風景。あんまり僕もね普段ね見ないんで、海ばっかり行ってて、あんまりね川みたいなところ行った。お、流木だね、流木が落ちてるね、大きな流木、塩招きとかトントン見れたらいいんですが、このロードからだと多分そんなに生き物を探すことはできないかな。もうちょっと進むと多分ね、川じゃない、泥っぽいね土がこんもりした場所とかに出ると思うんで、そういうところに行けばもしかしたら塩招きだったりね、南トビハゼ、トントンミみたいなのが見えるかな。それにしても大自然ですよね、マジ。すげえな。ちょっと朝日が眩しいですね。あ、二股に分かれてる。どっち行こっか。
あ、そういえばね、この辺沈下橋っつってね、干満の時に、ね、満潮の時には、あの沈下の沈って沈むか、下に沈んだりする橋があるんですよね。そこも行きたいな。テレピアがいた。生き物発見。今見えてたかな、あの葉っぱの下にね、テレピア大きなのがいたんだけどな、映ってたかちょっとねわからないんですが、お魚さんがいましたね。カニの穴、巣がいっぱいあったな。ちょっとどこ落ちてもいいか分かんないね、全部が自然なんで。もっとなんかね、もっと生き物がいればがっつり映したいところなんだけれど、あんまり分かんないね。沈下橋行けるかな。あれ、これ行き止まりかな、もしかして。右に曲がれるか、っていうか右に曲がったらさっきのところに行っちゃうので。あ、ね、カニのね巣穴はあるけれども、まだ時間が早いから招いてくれて何ね、生き物。あ、行き止まり。ここはこういう陸地部分なんでカニが見れますよみたいな場所だと思うんですが、多分時間帯の問題ですよね。そっかそっか、まあ、いや、そのままね、予定通り今回は橋まで行って終わろうか。もっとねがっつり生き物がいるかなと思ったんだけど、やっぱりこの時間帯がいないのか、時期的なものなのか、まあ、よくわかんないんですが、まあ、それでもね、名護市、あ、そっか、名護市って言った最初、名護市の大浦湾なんですが、ね、こういうね、マングローブロードをねお散歩するのもいいですよね。だってね、見渡す限り大自然ですもんね。あんなちっちゃなマングローブが大きくなってどんどんこんな森になっていくんですね。ノコゴリ、ノコギリガザミとかもそうだけど、持ってなかったからいないのかな。なんかね、生き物がいたらいいんだけれどな。それにしてはすごいな、本当に遠くまで全部マングローブだ。やっぱクモの巣ってるね、人があんまり通る。ああ、びっくりした。カメの甲羅かなと思ったら、なんか部位が落ちてるんですか、カメと思ったよ。なんかね、いないんですが、アロアラとかで泳いでそうな雰囲気の川というのか池というのか、そういった場所ですよね。水面が動いてるけれど、何なのか分かんないな。まあね、あ、また看板がある、まあ、こんな感じで。おお、ここは見やすいね。あー、でもやっぱ時間帯かな。なんか生き物がいるような感じはしないな。奥にマングースがあるって言った。ほらほらマングース、わかるかな、左にどんどん歩いてて、こんな見えたかな、マングース。あ、今オンとかになったら、あ、もうだいぶ早く走ってってる。反対側に行ったね、これも下に。あ、そうなの。おお、あれなんかアリ塚みたいな大きな塩招きとかカニとか、なんだろうな、シャコとかがよくああいうね塚みたいなの作るけれど、こんもりしてますね。ちょっとクモ下か、
オーバルアワンのこういったマングローブリンでマングースベルトは水辺の生き物っていうか陸の生き物に遭遇しちゃいましたね。なんかところどころね山っぽくなってるのが面白いね。で潮もね穴もいっぱいあるのにねカニの姿が見えないっていうのが残念だな。あもう10分だからもういっか。でまあこんな感じで名護市大浦湾ここどうしたんだろうね。この塚の出口なんかカニさんなのか何か甲殻類が掘って土を出してる感じかね。こんな感じでね名護市のね大浦湾はね本来ならもっとね生き物がいっぱい見れる場所なんですがちょっと早かったのかもしれないんだけれど、ね、マングローブリンこうやってねあこれね花じゃこやっぱりそうだよね。シャコがああいう塚を作るんですよ。そういうのもね本来見れたりするのかな。やっぱ塚になって穴を開けてその余った土をどんどんこんもり持っていくのかな。すげえな、なんかあっちこっちに、ね、山みたいなのがあって小物服めっちゃ僕引っかかってるな。ウグイスが鳴いてたの聞こえてたかな。よっしゃ出口ですね。あそっかそっか危ない。せっかくのね沈下橋、沈下橋っていうのかな、まあ、そういった場所があると思うんで眩しい。それをねまさかオーボラパークでした ねこの沈下橋って言うんだよね。沈下橋行ってみようかな。お進むとちょっとした大通りに多分出ると思うんですがそこにかかっている橋がね浮き沈み多分緩慢でする橋だと思うので今回それだけ映してこようか。でもね本当に森林浴みたいなね気持ちいいな、すがすがしいですね。午前9時よいしょ。あれここじゃないのかな。ここかなと思ったら残念だな。あでも川に出たんでここっぽいよね。看板の付け、あーあった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 引いてるね今ね。これがね多分満ちてる時は橋がないと思うんですよ。それが橋がある感じです。あーなるほどね。琉球赤松瓶とかねカラス川本沢谷平手手長エビお琉球このはずくねフクロウちゃんね同じにボウズハゼ琉球なんか読めないね、まあ、トンボがいたりアオガエルも可愛いね。目がパッチリしてておーイボイボこれって全然記念物よねイボの方はね。でどんぐりがあったりアタクねっていうのが見られてたみたいだけれどよいしょ。クモの巣が顔に引っかけてびっくりしちゃってね。今ちょっと濡れまたスルって滑らないかが心配なんだけどこういった感じでね沈下する橋っていうね面白いよね。生き物はちょっと探せないんですが、まあ、こんな感じで大浦湾にはね珍しい場所。青空がいいね。今日晴れてくれないと思ったけれどそうそう最近ね3月入って沖縄結構雨が降ってね、まあ、水不足は解消されつつあるんでいいんですが、ね、僕みたいにね撮影する人にとっては雨ばっかり曇りとかが続くのはね嫌なんですが、こんな感じで、まあ、青空も今日広がってるんでもうちょっとね名護市あちらこちら撮っていきたいと思うので、ね、引き続きね僕の
チャンネル楽しみにしてもらえると大変ありがたいです。というわけで今回は名護市の大浦湾から、沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったにー、バイバーイ。